もう皆さん元気しますすかいわくで,すで今日からやっと睡眠すげえ前からやるとか言っておいて全然ね長くなっちゃったんだけどその理由はもうちょっと俺最近っていうかもう睡眠のねすごさを実感しててでそのまあ 記事、まあ、海外の記事調べようかなって思ってたんだけどこれちゃんとした本見た方がいいなっていうぐらい睡眠って大事だって実感したのねそうそれで最近その最「睡眠は最高の解決策である」っていう本良さそうなのがあったからそうそれ読んでってそうだからまあ結構まあ遅くなっちゃった <laughs> だいぶ俺多分生配信2回目ぐらいの時からやろうかなって思ってたんだけどあと自分でその後ととかを 変えてたたりもしたんだよねその睡眠自分が寝る前にストレッチしたりとかその音楽ヒーリングのやつかけたりとか電気を消すようにしたりとかねでそれの違いもじ自分で見ようとかっていうのも思ってたからそうすぐやろうかなって思ってたんだけどそ変化がどんどん変わってきてたからさそのねちゃんとストレッチして寝る時あと電気消してろうそくでやる時で睡眠時間を12時から11時に。 10時今は9時だよね。で変えた時とか全然やっぱ違うし食いもんだよね。食いもんをちゃんとよく噛んだ方が睡眠がいいんじゃねえかとか。そうそれはなんでかっていうと俺噛まないで食ってたんだよね。うん。それで夜中たまに腹すげえ痛くて起きる時があるの。うってえみたいな。そうそしたらやっぱりいい睡眠が取れてねえって気がしてだからそっからすげえ噛むようになったんだよね。うん。そしてやっぱり その下痢とかもななくなったな海鮮食うとお腹下すなっていうの最近また知ったからあんまもう海鮮食わないようにするけどそうだからそういうのもあってめちゃめちゃなんだろうな睡眠がいろんなことに関係しててで全部が睡眠のためにあるんじゃねえかってぐらいその効果がねすなんだろうな重要だよね本当に安定剤なんかよりもめっちゃ心身ともに健康を保つ すごいツールだね、睡眠は。で、そのね、いい睡眠をしたことない人って、多分,分かんないと思う。うん、俺もそうだったもん。うん、自分の中でそれが当たり前じゃん。で、俺めちゃめちゃ睡眠悪い方だったね。うんうん、今思うと。だし、そのやん、やんなよって言われてることだよね。だから寝る前にそうやってスマホいじんなだったりとかね。で、前はカフェインとか気にしないとってたんだよ。俺、昼過ぎとかもね、夕方とかも。もうそういうのとかだったし。 まあ、運動してない時はもちろん、ずっと疲れ取れねえな、みたいな感じとかあったり、うん、するから、そうやって全部ちゃんとやってったら、いい睡眠になって、で、起きた時に分かる。あ、すっげえ。調子えい,いみたいな。なんか、なんだろうな、あの感覚。あ、もう分かるね。前とかは、時間が空いてって、なんとなく、あ、これ、いい感じっぽいな、とか思ってたりしたんだけど、今とかすぐ分かる。あ、全然うまく、 そう寝れてないとか,だかすげえ咳が出るときあってでそのときとか何回も起きちゃったりとかしたときとかはもう全然睡眠良くなかったりとかそうなんかエアコンつけないで寝て途中あっちーって思って何回も起きちゃったりしたらそんなやっぱりいつもよりも良くなかったりとかそうだから寝る環境とかもめちゃめちゃ大事でで起きないねしいい睡眠をしてるときって途中でうん。 ためにしょんべんとかその俺結構寝る前とか水飲んじゃうわけでめっちゃ尿が近いのね、うん、するのが、うん、だからその起きないために水あんま飲まないようにしたりとかねそうそうするとまたその起きないからいい睡眠になるわけ、うん、そうやって、まあ、やってで今ちょっとあれだねこの本見て入りのところだけだったけどやっぱねすごいねそれだけでもうん。 だからやっぱ勉強した方がいい本当に睡眠とかまあもちろん食事とか運動とかのもうそれもやって食事と運動運動も前ちょっとやったけど本もまだ買ったからそ脳のやつだからそれとかもやってで全部が関係してるよねってうかどっちかっていうと睡眠のために今食事もその運動もやるぐらいのうんレベルかなうんそうこうこの今言うのにも書いてあるんだけど。 そうだから超大事だね、うん、楽しく生きるためには睡眠はじゃあちょっとよ、ね、内容ちょっと話していこうと思うんだけどこれね,そのね8時間の睡眠がね健康にいいってされてるらしいよ、うん、だから全然ほとんどの人取れてないよね、うん、で睡眠時間がもう6時間か7時間を下回る状態が続くとその免疫機能が衰えてがんのリスクが2倍にもなるらしいよで俺だ時間なんだけどで 最近とかは前も土曜日日曜日もその6時間って風にやってたんだけど最近はもう土曜日は寝るようにしてるうんもう土曜日はその平日6時間でやったやつを操作するためにそうだねもう10時間近くとか寝るようにはしてるかなで睡眠の質がいいと寝れるんだ睡眠の質が悪いと全然寝れないからで俺前10時間ななんて寝れなかったよ、うん、そうだからそれも俺が改善した結果ですげえって思ったことだねうん からその8時間寝れてない人は、うん、ちゃんと週末とかにそれをそうだ、ね、調整したりとかした方がいいと思う。うん、であと睡眠時間はねアルツハイマー病発症するかどうかの鍵も握るんだよね。あと心血管病心の血管の病気とか脳卒中だったりなうっ血性心不全、まあ、心不全とかを発症するリスクも高まるんだよね。 だと睡眠不足はうつ病だったり不安とか自殺傾向とかのさまざまな心の問題の原因になるって、うん、だから俺の視聴者の人とかでも双極性障害の人だったりとか統合失調症の人とかねなってるって信頼されてるって人もいるけど睡眠はかなり重要よ、うん、だから睡眠を改善することはそれを治すためだから病気を良くするためには、まあ、一番の鍵なんじゃないかな俺。 っては思ってる、うん、であとね睡眠が足りないとねなんか空腹を感じるホルモンが大量に分泌されてねそうすげえ食っちゃうだって再現なく食っちゃうんだって、うん、で満腹を感じるホルモンが少なくなるからなんてそれは、うんうん、だから睡眠不足の人の方が太りやすいのかな、うん、っていうまあこれはどうなんだろうな実際に俺の周りとかではわかんないねまあうんであとね この1世紀の間でなんか睡眠時間が大幅に減量減少した国々っていうのを言われてて、まあ、アメリカイギリス日本韓国と西ヨーロッパ各国って言っててまあその心身心の病気とか体の病気がすごい増えてる国なんだってそれがねまあ、韓国と日本は前ね調べたのでも上だったしアメリカも結構上の方だからまあ、あながちまあそうだねまあ、それは絶対関係してるだろうね睡眠時間はねで 睡眠っていうのはね生物学の最後に残った大いなる謎らしいんだよね。そうで人はなぜ眠るかっていう問いに対する答えって医師も科学者も明確な答え持ってなかったんだって。うん、で睡眠っていうのはさもう食欲と性欲と並ぶ人間の最も基本的な欲求なんだけどその2つあるよね。食欲と性欲の機能,機能はずっと昔から分かっていたんだけど睡眠が 最後だけ謎で解明されてなかったんだってうんでなんでかってうとすごい複雑らしいね睡眠ってだからそれであとすごい興味深いらしい、うん、その分ねうんそれで俺らが思ってる以上に健康にすごい大きな影響を与えててねうんで役割は一個じゃないんだって睡眠のね、うん、なあ脳とあと体の両方にたくさんの恩恵がその与えてるんだ睡眠っていうのはねで臓器であってもその脳の機能っていうのを であっても睡眠によってて最最適化最適化化されてんのねでちゃんとそう睡眠が取れてないと最適化されないし機能はしなくなるんだってちゃんとね。うん、でのの中のことで言うと、まあ、学習とか記憶とか合理的な判断とか選択っていった機能が睡眠によって強化されるんだ。うん、だから俺睡眠不足の時あってさ そうなんか寝なないいいいのがいいんだみたいなそう23とかで本読むようになってから4時間とかしか寝ないでそうなんかコーヒーバクバク飲んでたんだけどもうめっちゃミスした <laughs> 何も覚えれなかったものなんか頼まれたこととかすぐ忘れちゃったりとかだからこれを本当思ううんであと <coughs>、まあ、心の健康にも欠かせないことでその睡眠はねで俺らは寝ることによって感情を整えて そのまた次の日も安定した心で社会の荒波を乗り越えることができるってそうだから本当にこれは思うねうん寝れうんだから心がざわざわしてるのとかをしてないやつってそのやっぱ寝れば忘れるんだよねって言うんだよね俺の弟とか寝ればまあ大体忘れるんだよねとかすげえ睡眠いいんだと思ううん俺とマジ真逆だよ睡眠にあれはねすぐ寝れるしね うちの弟うんであとね夢についてもすごい解明されてきたんだって最近で人間だけじゃなくてその夢を見る全ての生き物がその夢の恩恵を受けてるらしいんだよねだからそれって夢っていうのはなんか辛い記憶を和らげたりね過去と現在の知識を融合させて創造性を刺激したりするんだって、うん、でへーって思って、うん、で夢ネットフリックスでもやってたよね、うん、だかかららこれどどんどん その夢とかかも利用するるようになってくるのかなっっててくの思うよ、ね、でまあ首より下の方に目向けてもすごい大きな仕事をしてて、まあ、免疫機能だよねであと抵抗力とか強化したりして、まあ、病気から守ってるんだ睡眠でそれであとインスリンとグルコースってグルコースは糖分ブドウ糖化でインスリンっていうのがそれ代謝かなその働き分解したりするのとかを 調整するやつかな確か確そのバランスを調整してて眠りによってねでそれで代謝がその正常になるんだそれでちゃんと寝ることによってさっきも言ったけど食欲が正常化ねされって健康的な体重も維持できるようになるのうんであと腸内細菌も元気になるらしいよそうだから腸内細菌のこともやるうんだからその飯とか運動とかやっても睡眠を ちゃんと考えないと健康っていうのはトータル的なんだなって本当思うよね。どれか一個抜けてうん、ね、そう。であとまあ高血圧も予防して心臓の機能を正常に保つ。うん、だから本当重要だよね。うん、で健康的な、ね、食生活と定期的な運動も大事なんだけど一最初の研究だとね一番その食事と運動と睡眠のうち健康のために一番重要なのっていうのは睡眠なんだって。 そういうのが分かってきたらしくてでちゃんと寝れなかった一日で不健康な食事をした一日運動不足の一日っていうのを比べると一番悪影響が大きいのは寝れなかった一日なんだってそうでから一番その心身の健康をすごい回復してくれるっていうのは眠りなんだって、うん、で自然の機能であっても医学的な処置であっても 眠りほどのその回復機能っていう力を持つものは存在しないんだってあのすごいよねマジでだものすごい能力なんだよな眠りってねうんでこの書いてる著者の人がねその睡眠の研究にをやるようになったきっかけがあってねでもともとこの人認知症の研究をしてたんだよねそ、うんうん、それでその認知症 ののなんかねそ脳波でちょっと判別できないかっていうふうに仮説立ててその覚醒時起きてる時と寝てる時脳波を調べたんだよねで起きてる時っていうのは脳波には大して特徴見られなかったんだけど寝てる時の脳波っていうのは認知症のタイムによって明確な違いがあったんだってそ,それで睡眠によってこれ認知症のタイプを早くに発見できるんじゃないかって思ったんだよねこの人。 それでだからそのたくさん本,読んだ本を読んだのね。うん、でそしたらそのね人がなんで眠るのかっていうその理由がまだ解明されてないことが明らかになったんだよ。そう <laughs> まだ分かってねえじゃんって。眠りの働き分かんなければ認知症と眠りの関係も分かんないじゃんっていうふうになってそれでこの人は眠りをその研究するようになったんだよね。うん、でこの人んハーバーバド大学とか 行ったりとかそれで研究をずっとやってたんだよね。で2年あればその謎は解けるかなって眠りのね。だけど20年経ったんだってそれで <laughs>。それでその20年にわたるこの人の研究とあと世界中のラボで行われてた数千の研究を組み合わせた結果もう分かったんだってその睡眠の働きがついに明らかになったらしいっすよ。やばいっしょそれがこの本なんすよ <laughs>。 <laughs> やばくないそうだから俺実際の体感とかもあるからめちゃめちゃ楽しみだなって思ってで 4, 4章かな4章か5章ぐらいあってだからパート1だと睡眠っていう難問の謎を解明していくんだそのパート1ではねそもそも睡眠っていうのは何なのかって俺らにとって正しい睡眠っていうのは何なんだろうってあと年齢によってどのような睡眠パターンが変わるのか 面白いですね。年、うん、取った方が悪くなると思う、俺は。予想 <laughs> で、パート2ではそう、睡眠の効果と睡眠不足の恐ろしさに,恐ろしさにつ,ついて話してくれてて、で、睡眠っていうのは、その健康の鍵を握るすごい万能薬っていうぐらいこの人言ってて、で、それで睡眠が不足すると、まあ、健康問題につながるんだ。うん。それで最終的には死に至るんだよね。そう。だから、 そう,うつ病でもなんかあのうつ病じゃない俺自殺の時にも、まあ、疲れからその自殺しちゃうって人もいたけどそれはまあ睡眠だろうね、うん、の問題はまあ大きいよね、うん、絶対だからそれとかの対処法とかもそうパート2とかでは分かんじゃねえかな、うん、でパート3は夢だねその夢の科学を説明してくれててその夢を見てる人の脳をそのぞき見るっつってて。 うん、なぜ人は夢を見るのかとか夢の内容は何に左右されるのかとか,だか前に夢のことも話してほしいっていってコメントもあったからそれもこれでちょっと伝えるそうだね、うん、であとパート4だと不眠症だねその睡眠障害についてそう解明していくんだよ、うん、だぐっすり夜眠ることができない理由って何なんだろうってみんながま簡単に思いつくものもあるけど意外なものもあるんだって それで、まあ、あと睡眠不足と社会の関係も、まあ、見ていこうみたいなのがパート4だね。でそれ最後っていうのは俺らがいい睡眠を取り戻すための道筋を提案してくれてる21世紀にふさわしい新しい睡眠を考えていきましょうだって面白そう。ほんとマジで重要でしょ。うん、これからどん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 ねだからこれとかも多分今の科学で脳をすごいできるようになったりしたから。 その睡眠も謎は解け出してるんだと思うんだよね。うん、だこれから健康になるためのメソッドっていうのはもうめちゃめちゃ明らかになってくるね。だから生きやすくなるよ。俺って今の方がめちゃめちゃ楽だもん、全体的に。うん、でもちろん運動も増やしてたりとか,そのなんか食い物とかもちゃんと気をつけてるっていうのもあるけどね。あと、普段から考えないようにっていうのもあるけど、睡眠は超でかいね、俺は。本当にそんぐらい 感動してる、うん、あと体の痛いのも睡眠の良し悪しで回復するからねだけどその睡眠がいいかどうかもちゃんと寝る前にしっかりその痛いところとかを押して寝るからいいとかそのお互いがその依存関係にはあるんだけどね、うん、だからちょっとねこれはねやばいでしょ <laughs> そうだからどんどん絶対健康であるかっていうのが豊かに生きるかっていうのが超重要だから楽しく生きれるかっていうのも重要だから まあねちょっと睡眠以外にもさっき言ったけど、まあ、食に関することだったり運動に関することもどんどんやってちょっとね楽しくいけるためのヒントちょっと提供していきたいと思うんでこれからみんなで勉強ねバリバリしていい睡眠手に入れていきましょう <laughs> それまた次回お会いしましょうスルップ